ルとトロス元気ないわね。そうなのよ、ずっとこんな調子で泣いてるの。弱そうなのはいつものことだけどね。この前2匹揃って猫のルルに追われて木の上まで逃げてたわよ。頼りないな。雷が鳴った夜は私のベッドに逃げ込んでくるし。オル、トロス、あんたたちもっとニコのボディーガードとしての自覚を持ちなさい。期待薄かな。可愛いから許しちゃうんだけど。ベルベットのキッシュってお姉さんに教わったんだよね。うん、セリカお姉ちゃんのには一味及ばないんだけどね。うん、十分美味しいって。シンプルだけどすごく上品な味だし。それは生地とチーズに秘密があるのよ。タリエシンの町に持って行ってもきっと評判になるよ。今度二人で作って行商に行かない？お揃いの売り子服とか着て。売り棒は儲かるより儲かるかな。根拠はないけど儲かる。あんたが愛想よくすればより確実に。ならやってみてもいいかも。ラフィーにいい冬物を着せてあげたいし、兄さんの革手袋もボロボロだから新しいの。初対しみすぎだよ。気持ちはわかるけど、もっと自分の夢も見ないと。私の夢か、特にないわ。ラフィーと兄さんと静かに暮らせればそれでいいし。まったくもう。けどだからベルベットのキッシュは美味しいのかもね。ただいま、セリカ姉さん。もう7年も経つんだよ。姉さんとお腹の子が亡くなってから。しまった、プリンセシアの花お供えするの忘れちゃった。姉さんもお父さんもお母さんもあの花が大好きだったのに。生まれてたらきっとこの子も。ごめんね、明日岬で摘んでくるから。おかえり、お姉ちゃん。ラフィー、寝てなさいって言ったのに。ちょっとだけだってば。ほら、熱下がってない。すぐご飯の支度するから横になりなさい。ごめんなさい。何これ？羅針盤。磁石を利用して方向がわかる道具なんだ。そんなの太陽や星を見ればいいじゃない。天気が悪くてもわかるんだってば。この発明のおかげで長い航海ができるようになったんだ。ほら、船が揺れても正確に測れるようにここが動いて水平を保つようになってるんだよ。すごいでしょ。さっぱりわかんない。冒険の必須アイテムだよ。なんでわかんないかな。また今度ゆっくり説明して。怪我しなかった？怪我どころか大量だったよ。兄さんも言うんじゃないかな。そろそろベルベットは免許皆伝だな。で、アーサー兄さん、今日は帰らないんでしょ？なんでそれを？
シアリーズが来て教えてくれたから。兄さんの精霊、あんた本当に精霊の声が聞こえるのね。うん、大魔師の才能なんだって。あんたなら兄さんに負けない大魔師になれるかもね。兄さんの本を読んでいろんなこと勉強してるし。そうなりたい。お姉ちゃんと一緒に旅をして不思議なものをたくさん見たい。狩りだって滝に集めだって僕がやるし、ゴーマが来たって守ってあげる。そうしたい。だけど、なってくれなきゃ困るよ、ライフィセット。あと20年後くらいで。そんなにかからない。じゃあしっかりしてることを証明して。まず柔らかいミートボールシチューを作るから、食欲がなくても頑張って食べることで、苦い薬もごまかさずに飲む。できる？もちろん。じゃあ料理開始。まずは暖炉に火をつけてっと。兄さんの本？あの子、こんな難しそうな本を読んでるの？目が悪くならないかしら。日の前日、お姉ちゃんが一人で売り棒上がりに行った。お姉ちゃんの剣にはアーサー兄さんの次にすごいから、売り棒に負けることはないと思うけど、強すぎてお婿探しに苦労しそうで心配だ。もっと女子力をアピールした方がいいと思うよ。あの子、読まれることを見越して書いてるわね。兄さんが作った薪って火付けが楽ね。何かコツがあるのかな。お姉ちゃん、シチューにほうれん草は入れないでね。好き嫌いすると大きくなれないわよ。そうだけど、今日は。仕方ないわね。今日は特別に、ほうれん草なしで、あんたの好きなカレー味にしてあげる。ああ、ありがとう。2階に、兄さん特製のカレースパイスがあったわね。これこれ、辛さはないけどすごくいい風味なのよね。そうそう、今日ニコに重大な相談されちゃったの。今度うちに連れてくるからよろしくね。うん、相変わらず仲がいいね。まあね、あの子とは長い付き合いだし。それにしてもあのニコが恋なんて。ラフィー、あんたも好きな子とかできたらちゃんと私に相談しなさいよ。好きな子？あんたは意外に頑固だから、ちょっと年上がいいかもしれないわね。あと、料理が上手かどうかもポイントよ。上手な子なら、大体間違いないと思うわ。もう、何を言ってるの？お姉ちゃんこそ、自分のお婿さんの心配をしたら。お婿？私はいいのよ。セリカお姉ちゃんの代わりにあんたとお兄さんのご飯を作らなきゃならないし、そもそもよその男の人を好きになるとかよくわかんないし。ラフィ、どうしたの？
丈夫？今水を持ってくるから。平気だよ。お姉ちゃんが変なことを言うからちょっとむせただけ。ならいいけど。ごめん、ちょっと話が飛躍しすぎたね。先が思いやられるよ。でも仕方ないのよ。弟の心配するのはお姉ちゃんの仕事みたいなものなんだから。わかってるけどね、弟だって心配してるんだよ。お姉ちゃんに幸せになってほしいって。僕だけじゃない、アーサー兄さんだってそう願ってるんだ。家族だからね。うん、家族だから。ありがとうラフィ。やっぱり私はあんたのためならウリボワを千匹殺したって後悔しないよ。あっと、いけない。早く夕飯を用意しなきゃね。えらいえらい、薬もちゃんと飲めたね。約束したからね。明日は火の夜になるよ。そうなんだ、あの日と同じ夜に。ねえ、今日は一緒に寝てもいい？もちろん。干し肉を作って、とっておきのチーズでキッシュを。あれ？ラフィー？ちょっと、どこ行ったの？まさか、一人で村に？熱下がってないかもしれないのに。シロンが。その本、兄さんの。ライフセットが書き写した写本だ。しかるべき商人に下ろせば高く売れる。正当な値で買い取らせてもらったよ。あの子、こんな分厚い本を。
新版。そうか、あれを買うために。いや、欲しそうに見てたけどな。おまけにつけてやろうかって言ったんだが、それじゃあ俺が損をしちまうって。いい子だが商売には向いてないな。じゃああの子、お金を何に？俺は口止めされてるんだ。本人に聞いてくれ。ベルベット？ライフセットが出歩いてたけど大丈夫なの？大丈夫じゃない。どこで見たの？森の方に行くっぽかった。探すのを手伝うよ。お願い。ニコは念のために村の中を。私は森に行ってみる。